人それぞれの声優の仕事、そしてユニットスフィアとしての活動。毎日分刻みのスケジュールに追われる多忙な彼女たち。さて今週もスタートしましたラジオプラネットスフィア、はい、本日は私ことぶきみなこの進行でお送りいたします。よろしくお願いします。お疲れ様です。プラネットスフィアが終わりました。またお仕事行ってきます。一つの仕事が終わるとそれぞれがまた次の現場へ。最近ちょっと時間が空くとなんかみんなおのおのなんか連絡取り合ったりして時間が空いてる人とご飯食べたりとか全然違うお仕事とお仕事の間でもちょっとこの辺にいたら一緒にご飯食べないみたいなのを一括送信3人みたいなでもそうするとみんな誰がどこにいて何時から何時まで空いててあじゃあ私駆けつけるよとか遅くなってもいいなら行くみたいな。声優、アーティスト、そしてラジオや芝居と多様な表現力を見せる彼女たち。大きく広がる宇宙という意味を持つ彼女たちの2枚目のシングル「スーパーノイジーノバ」は今の彼女たちにぴったりの曲となった。一言でいいから望みを口にして歌詞もすごくこう前向きになれる歌詞だったりしてキラキラした感じ星のそういう空の星座とかスフィアの元気さだったりなんかそういう明るさだったりなんかいろんなところを混ぜ合わせてっていうかできた曲なんだなと思って。デビューから5ヶ月そのさまざまな表現力を磨き続ける彼女たち。この先一体どこにたどり着くのか。そんな彼女たちの未来は。たくさんの人にとって輝いて、まあ、星のようなキラキラ輝くユニットに私たちが頑張ります。常に刺激を受けつつ成長している大人になってくれたら嬉しいなと思います。教科書を超えた仲だったりするのでやっぱりずっとその関係をおばあちゃんになってもやっぱりみんなで仲良くいてほしいなっていうのをそうですね、願って。でも今よりも絶対に表現とかお芝居とか歌にしても全部もちろん今よりも絶対豊かになっていてほしいしお互いに頑張りましょう。スフィアの歌種とは4つの個性が生み出す無限の表現力。次回は奇跡の子福原美穂が登場。彼女の歌声から生まれた運命の出会い、そして22歳の素顔に迫る。 What are the basic colors?